皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。無事長い長い旅を終えて自宅に帰ってまいりました。2023年初の自宅撮りでございます。まあ、ちょっとね聞いていただければわかると思うんですけど、ちょっとね鼻声なんですけれども、一日一曲は何としてでも続けていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。自宅新年一発目の、曲はですね、やっぱり私の大好きな中島みゆきさんで始めたいなと思います。今日チャレンジする一曲は2022年の12月14日にリリースされました中島みゆきさん47作品目の共にという曲にチャレンジしてみたいと思います。はい、こちらは両 A 面で、もう一つの方が銀の竜の背に乗ってね、皆様も知ってるかと思うんですけれども、両 A 面でリリースされました。フジテレビ系で、ピック小児集中治療室の主題歌として作られました。本当ね、この医療系のね、みゆきさんのお父さんってね、お医者さんだったみたいなんですけれども、なんかすごくその病院のすごくなんかみゆきさんも力を入れているなっていうのがすごい伝わる楽曲が多いなって私は感じています。ちょっとね鼻声なんですけれども、聞いてください。共に手すりのない橋を全力で走る、怖いの足元の深い峡谷を見るせいだ、透き通った道を全力で走る、ガラスかも曲なんで、まだ聞き込めてないのでちょっと怪しかったんですけれども、でもねすごい素敵ですね。共に走り出そう、共に走り過ごう、今年も一年松かなと一緒に、一日一曲走っていただけたら嬉しいです。明日も元気に松かなチャンネルでお会いしましょう。それではまた明日、またね。